動画をご覧の皆様、ありがとうございます。 IB ミュージックスクールドラム講師の片桐慎吾です。よろしくお願いいたします。今回はですね、フラムアクセントナンバーワンやりましたけど、それのね、片手順後で説明します。これを使ったフレーズやっていきましょう。どんな感じかちょっとやってみますね。一番こうありがちなやつとかこういうやつありますよね。シャッフルとかでもね、いろんなことできますよね。これちょっと解説していきましょう。はい、それでは説明していきましょう。説明の前になんですけど、これね、別な僕の動画であるフラムアクセントナンバーワンなんですけど、今回やってるフレーズっていうのは全てね、こっち側だけなの。こっち側だけ、ここです。この右手からスタートする感じ、ダラッタッタッダラッタッタって感じね。こっち側だけを使うんで、理由としてはね、左利きの人はこっち側だけとかでもいいかもしれないね。右の方にこうタムが流れてるから、右手スタートの方がやりやすいんですよ。なんでこういうの、僕のレッスンではね、こういうのをまあ右手順って呼んでるんだけど、片手順ね。ルーディメンツの中にはこういうふうに交互に入れ替わる形のルーディメンツと、片側からずっとスタートするルーディメンツっていうのがね、あるんですよ。これは左右対称なルーディメンツだよね。左から始まってんだけど、次右からスタートしてるね。そう、この両手順、両方の手順を使うんじゃなくて、今回はこっちの右手からスタートする片手順ね、だけを使うっていうふうに考えてください。だから簡単だよね。で、ダラッタッタ、これ連続でやるだけで、ここで結構重要なのが、アクセントマークとか全部無視していいです。これ全部アクセントとして考えていいです。これね、これ全部この右手順で打ってるの。ただ僕のレッスンの話なんだけど、やっぱり両手順が使えるっていうのが前提で右手順使ってほしいなって僕は思ってて、ただちょっと両手順覚えるのが大変だなっていうね方には、僕はじゃあこっちだけ使っていいよってこっちだけもちろん教えることもあるんだけど、でもできればこの両手順でね覚えてほしいっていうのを付け加えておきます。それではこれ使ってみましょうね。はい、それではやっていきましょう。片手順ね、こんな感じ、ここら辺に出てると思うんだけど、たたたった、ちょっと分かりやすくここでやってみますよ。これね、これ一拍ずつやってみましょうか。一拍っていうのはこれ、いくよ、簡単ですよね。じゃあですね、ここからちょっとだけフレーズにしていきましょうか。タタタンタン、何回も言いますけど、フラムアクセントナンバーワンの右手順、右手からスタートする形を使っています。タタ早いよね、タッタ遅いよね。これをちょっと分けてみましょうか。一番簡単なやつね、早いところじゃタムにしてみましょう。タッタ、
感じね。こっちでやってもいいんだよ。それでは速いのをさらに分解してみましょうか。タタ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 、これね、やってみましょう。今度はタタタンタンで分けてみましょうか。全部バラバラみたいなんですね。タタタンタンタタタンタン。感じ。それでは続いて、よくありがちなやつね。今のは全部こうちょっと三連符形じゃん。タタタタ、ワンツースリー、ワンツースリー、ワンツースリーでね、こう譜面にも出てたけど、三連符の一番初めを速くした形なんだけど、今度使う形はこんな感じ。これはさ、三連符じゃなくて、タタタタ、32分音符が入ってくるような形ね。これはちょっと難しくて感覚も必要になるんだけど、口で言うとタカタッタッ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 タカタッタ、せーの、タカタッタッ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 タカタッタ、タカタッタッ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 タカタッタ。譜面にね、1とか 1.5 って書いてあるけど、タカタッタが一つのフレーズじゃない。タカタッタッタカで一拍の中にフレーズを 1.5 個入れてる形なのね。一拍半みたいな、タカタッタッタカタッタッタカみたいな、そういう感じになるからちょっと感覚的に難しいよね。さっきは1個のフレーズを一拍でやった、タカタッタッタカタッタっていう風にね。だから結構感覚的にやりやすいじゃん。今度はでも間違っちゃ、簡単に考えてほしいんだけどね、手順は今までと同じってことなの。タタタッタ、交互にしか叩いてないんだよ。フラムアクセントナンバーワンの右手順です、それがね。タカタッタッ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 タカタッタ。あるよね、こういうのね。それとさっきのフレーズを合体させてみましょうか。ランダムにね、いきますよ。さっきこういうのやったじゃんとかね、そういうの混ぜてみますよ。簡単ですよね。例えば今 1.5 倍でやったんだけど、じゃあ2倍でやったらこんな感じになります。一番初めにやった3連符が32分音符になる感じね。これがね、
本当にフラムアクセントナンバーワンのこのフラムの感覚が分かんないとちょっとスピード的に難しくなってくるのね。だから1拍で2回やるってこと。さっきはタカタッタ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 って足1個で1回だったでしょ。それを足1個で2回やればいいの。タカタッタ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 って感じね。僕滑舌が悪いからちょっと言いづらいけどね。こんな感じ。という感じです。足からやるフレーズもあるんだけど同じことね。ドタタタタ、ここ同じでしょ。シャッフルの場合そのままなんだけど、僕がよくじゃあ使うシャッフルのねフレーズをちょっとやって今日は終わりにしましょうね。例えばずっと今連続でやってきたんだけど、連続じゃなくてタタタ、普通のただ3連符タタタ、次は片手順ね、次は使わない、次は片手順こんな感じね。いかがだったでしょうか。すごくね重要なことなんだけど、ルーリメンツってそのままの形でこう使おうって思うのが初めなんだけどね、そうじゃなくて考え方の勉強にもすごくなって、そのフレーズをどういうふうにドラムセットでね応用していくかって考えたら、手順を3連符じゃなくて4にしてみたりしてもいいし、倍にしたり 1.5 にしたりね、分けたりいろんなふうに1個の形をまず覚える、これがルーリメンツの大切なことね。その覚えた形を自分なりにどういうふうに変形させてね自分のものにしていくかっていうところがとっても面白いところだし、なんかこう個性とかが出てくるポイントなのかなって思います。できるようになるのもやっぱり練習しなきゃいけないからとっても素晴らしいことなんだけど、覚えたものをどういうふうに使うかって考えた方がねいいと思います。なのでぜひねまずは基本の形から覚えてもらって、それをどういうふうに使っていくかっていうふうにね、もっともっといろんな使い方ありますけど、基本的に今回やったこのコンセプトができれば、あとはハイハットにずらしてみたりね、シンバルとか足とかそういうふうに変えていけばもうたくさんフレーズは広がりますから、自分なりの形でね試してみてください、いろいろ。ということで今回は終わりです。次回もまたね楽しみにしてください。チャンネル登録よろしく。